はい、それでは錯誤について、説明させていただきたいと思います。少しちょっとですね、言葉が難しくなってくるんですけれども、イメージしながら、覚えていただければ助かります。まず錯誤ってどういったことかっていうと、勘違いとか、言い間違いとか、そういったニュアンスですね。で、もうこれちょっと一つの単語として覚えていただきたいんですけれども、錯誤無効、錯誤の場合は無効なんだっていうことを覚えていただきたいんですね。つまり錯誤は取り消しじゃないよ、錯誤取り消しじゃなくて錯誤無効なんだと、これは覚えてください。で、無効ってことは一旦有効に、契約が有効になってその後取り消しができるというものじゃないよと、そもそも契約自体は有効じゃなくて無効なんだと、これをまず一つ目で覚えてください。で、次、じゃあどういった場合錯誤無効を主張できるか、つまり錯誤として認められるか、錯誤として認められれば無効を主張することができるんですけども、そのための要件っていうものを2つあるので、これを覚えてください。1つ目、要素に錯誤がある場合。2つ目、表意者に重大な過失がない場合。非常に分かりにくいですよね。で、これちょっと説明します。例えば A さんが、地主だったと仮定します。で、山も持っていれば、その山のふもとの宅地も持っていると。で、山と宅地だとですね、山っていうのは建物を基本的にはあんま建てづらいですよね。で、山ごと木がバーって生い茂っているので、基本的にそんなに、土地の単価っていうのは高くないんですよ。でも建物を建てることができる宅地っていうのは比較的土地の値段が高いんですね。で、A さんはこの山の一部を B さんに売ろうと思ってました。100万円ぐらいだと仮定しましょうか。こっちは同じ土地の面積でもこれ1000万円すると。なんで A は B さんに対して、この土地ならいいですよ、100万円で売りますよっていうふうに売ったつもりだったんですけれども、売買契約書を見てみると、実はこっちの方を100万円で売っちゃってた、こういった場合ですね。これは要素に錯誤があると言えます。知っていたらこれを 100万円で売るってことはしなかったですよね。契約する上で非常に重要な部分じゃないですか。そういった場合は要素に錯誤があるっていうふうに言います。重要な部分で勘違いしている。また重要な部分ってどんな部分なのっていうふうにやっぱり疑問に思われる方はおそらくいると思うんですね。ただそこをですね、深掘りしていくと、どんどん分からなくなってくるので、イメージとしてはこんな感じで、要素に錯誤があるっていうことが重要だと、この言葉を覚えるのが一番手っ取り早いです。で、この言葉を覚えていれば逆に点数は取れてきます。で、一つの事例としてこういったものがあるよと。で、その他はまた過去もどんどん解いていく中で出てきますので、あ、これもじゃあ要素の錯誤なんだっていうふうにその場で覚えていっていただければいいです。重要なのは要素に錯誤があるってことがまず重要だと。次いきます。表意者に重大な過失がない。この場合表意者って誰ですか。表意者っていうのは意思を表したもの、これ言い換えると勘違いをして何かを言った、勘違いをしてこの土地を売っちゃった、100万円で売っちゃった、つまりもう勘違いしたものっていうふうに捉えてもらって構いません。表意者は勘違いした人だと。勘違いした人ですねっていうふうに考えてもらって構わないです。今回勘違いした人は A さんですよね。この人が重大な過失、重大な不注意があった場合はダメなんですよ。錯誤無効を主張できません。ない場合じゃないといけないんですよね。重大な過失がない、つまり少しぐらいの過失であればいいんですよ。困ったらこれ、じゃあ皆様思うと思うんですね。少しぐらいの過失で軽過失って言うんですね。軽い過失、
軽い過失と重大な過失の違いって何なんだっておそらく思われると思うんです。でもここを深掘りしちゃうとまた分からなくなるんですね。で問題文には書いてあります。これが重大な過失なのか軽過失なのかっていうのは書いてありますんで、こっちを覚えてください。重大な過失がない場合は大丈夫だよ。で例えばなんですけども、一つ具体例出せば、 B さんが契約書を見たときに、あれ土地こっちになってますよ、宅地の方になってますけどいいんですかっていうふうに A さんに確認したと。それでも A さんは、あそれでいいんだよ100万円で売るよって言ったのであれば重大な過失ありますよね。ちゃんと伝えてるんですから。 B さんはあれ A さん勘違いしてんじゃないのかなって思って注意したわけですよ。でも向こうはそれでもいいって言ったのであれば、それは重大な過失に当てはまりますよね。まあそういった感じです。でここでもう一つポイントっていうのは、これ2つともが同時に成立しないといけないんですよ。つまり、まず要素に錯誤があるっていう場合ですね。要素に錯誤があって、なおかつ表意者に重大な過失がない場合は錯誤によって無効主張ができる。で、これ無効主張できる人って基本的に誰でしょうか。これは勘違いした人、主張できるのは勘違いした人、つまり表意者、表意者ができるんですね。原則ですね、原則表意者ができる。相手方ができるわけじゃないんだよと、誰でもできるってそういうわけじゃない。原則は表意者なんだ。原則があるってことは例外があるんですけども、とりあえずここでは、基本的なことを押さえていただきたいんで、原則だけをちょっと覚えてください。なのでこれは同時に成立する必要があります。つまり1かつ2かつですね、どちらも1またはじゃないと。つまり要素に錯誤があった場合でも、先ほど言ったように表意者に重大な過失があった場合は A さんは錯誤無効を主張できませんので、その点も覚えてください。で次、もしこれこっち売っちゃいましたよと、これを売るつもりが勘違いしてこれ売っちゃったと、まあ、そういった場合ですね。こんな場合です。でさらに B さんが C さんに売っちゃったと、この場合どうなりますか。 C さんはこの土地を、所有権をちゃんと得ることができるのか、それとも勘違いした A さんを保護するのか、まあ、どっちなのかというと、これ覚えちゃってください。表意者 A さんは C さんが、まあ、善意であっても、もうもちろん悪意の場合はもちろんあるんですけども、善意の場合でも第三者 C に対抗できると。つまり錯誤無効によってこの土地を取り戻すことができるんだよということも合わせて覚えてください。今回なんですけれども、ちょっと覚える量が非常に多いんですね。まず無効であるということですよね。取り消しじゃないよ、有効で後になって取り消しができるというもんじゃないよと。あと錯誤無効、主張できる要件っていうのは要素に錯誤があって、なおかつ表意者、勘違いした人に重大な過失がない、そういった場合じゃなければ、表意者は錯誤無効を主張することできないよ。で3つ目、錯誤無効を主張できるのは原則表意者なんだよ、勘違いした人なんだよ。で4つ目、表意者は全員の第三者にも対抗できる。つまり、第三者が全員であったとしても錯誤無効によって、まあ、全部契約を全部なかったことにして、まあ、今回のこの事例で言えば所有権を取り戻すことができると、まあそういうことですね。4つありますね。で全て重要なのでぜひ覚えていただければと思います。